君たちは何のくくりですか？僕たちはテレビから干された芸能人です。ってまたむっちゃ自分引っ張るやん。自分むちゃむちゃアメトーク意識するやん。言うとりますけどもね、実は僕ね、アメトークの後駒狙ってます。全国の皆さん、こんばんは。シエラ放送部、武田です。今日はですね、ラップからこうなんだかんだ来て、前回に引き続き芸能人関係のお話をしていこうかなと思っております。それがタイトルにもあります、いろんな理由で干されてしまった芸能人スペシャルでございます。テレビというのは厳しいと言われておりまして、一度不祥事を起こすとなかなか復帰するのが難しい場所でも知られております。僕もあの朝ですの収録以来一切連絡来てないですね。干されました。やったね。今回はですね、これから干されるであろう方たちがいる中、一体今まで誰が干されてきたのかをご紹介します。むちゃくちゃ必見やん。1人目、マイケル。ドンマイケル。まさか1人目にマイケルが出てくるとは誰も予想しなかったんじゃないですか。まあ、だからなんだって話なんですけど、多分知らない人の方が多いかもしれませんが、エンタ芸人の方ですね。ドンマイケルのワンフレーズで西日本制覇ぐらいまでしたんですが、合コンでのセクハラや手癖の悪さなどがスポーツ新聞で掲載され、問題になり干されてしまったと言われております。現在はフリーでカタカナ表記のマイケルをひらがなに変えて活動しているということですね。ひらがななになったんですって。これ今日一の驚きです。あのエンタ芸人特集の動画上げて、デッカちゃんから連絡来て、あんま強く言えないっていうね。わーいわい。次のやつ2人目、ケンナオコ。赤まむしでおなじみケンナオコさんです。最近はちらほら地方の番組には出演してるみたいですが、実質ゴールデンから干されてると言います。理由なんですが、とあるホストクラブの男性にドハマりしてしまい、ストーカー行為で被害届まで出されてしまったそうなんですよね。それがフライデーにより暴露され、実質干されるという形になってしまいました。相席食堂のケンナオコさん、めちゃくちゃ面白かったですけどね。だから相席しないといけないのに人見知りすぎてめっちゃ嫌がるんですよ。ぜひ Amazon プライムで見てください。次です。3人目、 8.6 秒バズーカ。こちらラッスンゴレライで四国を制覇したコンビなんですが、とんでもないとばっちりでテレビに出られなくなります。それがこのラッスンゴレライが原爆を示唆し、反日ではないのかというふうに都市伝説が生まれます。本人たちはラジオで全否定しますが、憶測が憶測を呼び、テレビには出せないという形になってしまったということですね。ただ浜谷根さんの過去の痛々しいブログも発掘されて炎上してしまったということですね。まさにちょっと待ってお兄さんですね。次です。4人目、能年玲奈ちゃん。はい、こちらジージージーで全国制覇を果たした新人女優さんだったのですが、消えてしまいます。理由なんですが、事務所との独立トラブルですね。2015年スポーツ紙が一面に能年玲奈洗脳騒動と大きく報道。とある作家さんに洗脳され、所属事務所に無断で個人事務所を設立したという内容が書かれ、テレビには出演しなくなりました。現在は海外のコマーシャルやネット番組などで活躍されてるそうです。で、所属してる事務所を無断で独立したりとかね、絶対業界ではご法度みたいでして、もしその演者を使おうもんなら局の方に事務所から圧力がかかるそうですね。結構そういった理由でテレビから入れなくなったという方多いみたいです。ジェジェジェスは最後です。5人目、素敵やん。俺に決まってるやん。はい、島田紳助さんです。こちらはね、今のお笑い芸人のトップといえばダウンタウンさんですが、昔は島田紳助派かダウンタウン派かみたいなところあったんですよね。それが暴力団との黒い噂をリークされ芸能界を引退してしまいます。数多くの芸能人から復帰を望まれていたのですが、また今回の闇営業騒動により難しくなったんじゃないかと噂されているということです。めちゃくちゃ面白かったんですけどね、やっぱ芸能人いじりに関しては未だに腹抱えて笑いますもんね。なんか切ないやん。まあ、その分僕ら YouTuber っていうのは自分のチャンネルがテレビ局みたいなところありますからね。大手事務所以外はね、ルールとか規制も俺みたいなところありますからね。かなりヤバいことをしない限り干されることはないといったところでしょうか。まあ、干すって誰が決めるんって感じですけど、皆さん中にもあの人どこ行ったのっていうのがあると思いますんで、コメントくださればと思います。おやすまいけー。あ、あの人忘れてましたわ。間違いない。不倫して偉いこと、あんまいいや。